ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2020年11月6日金曜日です。先ほどまで、我が家の前の畑を耕していました。日曜日に玉ねぎを植えようと思っているので、その苗床を作っておりました。大体苗床は持ってきましたので、日曜は植えられると思っております。もう今は太陽がこう山の向こうに沈んだら入ってくることにしております。今日は朝ですね、夢を見たんです。まあ、毎日今頃夢を見るんですが、まあ、ほとんど忘れております。覚えてる夢もほとんどありませんが、今朝は起きる前に見た夢は覚えてるんですね。なぜか知らない青年に、会うんですが、その青年がひょいっと飛んで屋根の上に飛んで上がったんですね。ってそんなの高いとこ飛べるのと思ってびっくりして青年に聞いたんですね。何されてるんですかって。いや、私は東京オリンピックで金メダル、走り高跳びで金メダル取るために努力してるんだって。でもすごい高さ、屋根がポンとあるんですが、すごい高さ飛んでるなと思ったんですが、そしてなぜそんなに飛べるようになったんですか。もう東京オリンピックの金メダル目指しているというのは分かったんですが、なんか秘訣がありますかねと言ったら、宮崎さん、それは意欲ですよ。意欲ですよとその青年が言ったんですね。待てよ、意欲、何か意欲の話だったなと思って、平口電池さんの話だと思った瞬間に目が覚めて起きたんですね。それで、そうか、今日は電池さんの話をしようと思って、平口電池さんの本がありまして、電池さん、こういう、私が平口電柱さんを知ったのは、府中市上下町に MG ユースホステルというのがあるんですが、モダンガイドユースホステル、旅の案内もするが人生の案内もするという、そこに名人、森岡正子さんという名人がおられたんですね。森岡さんは名所名物は名人が作ろうと言われておりました。まさにその森岡さんはママさんと呼んでたんですが、名人でした。世界からママさんに会いに来るんですね。すごい人でしたが、そのママさんから聞いた話を思い出したんです。ある時、森岡正子さんは岡山の井原市に講演に行かれたそうなんですね。ママさんは90歳過ぎても講演を全国でされておりましたけど、行かれた。その時にたまたま東京から、電柱さんがふるさとに帰っておられたらしい。そこで、主催者の方が、森岡さん、電柱さんに会いませんかと声かけてもらったんですが、ぜひ会わせてくださいというんで会ったというんですね。電柱さん、そんなに小柄な感じでしたと話されてました。そして、電柱さんの話をした時に、電柱さんは100歳過ぎても数作品ずっと、日本を代表するような作品を作られています。その作品が、その代表が、これなんですかね、鏡獅子、六代目尾上菊五郎の18番。それを、これ二十何年かけて彫ったというんですけど、失敗を重ねながら、何回も何回も重ねながら彫ったという大きな作品です。今これは、国立劇場の正面にね、据えてあります。私見たことがあります。その時に森岡さんが伝授さんに
聞いたんですね。伝授さん、なぜそんなに100歳過ぎても日本を代表するような作品を彫れるんですか。なんか秘密があるでしょう。教えてください。ウルコさんが言ったら、伝授さんが、それは意欲ですよと言われた。そのことがあったので、そこへピッと来て目が覚めたわけですが、森岡さんは、確かによくそれ分かったけど、森岡さんはその次をまた聞いたんだね。伝授さん、じゃあその意欲の出し方を何か見つかるでしょうと聞いたら、伝授さんが、ありますぜ、それはね、私はね、こうやって意欲を出すんだと。100歳過ぎて仕事に行こうとするとしんどい。テレビかなんか見とるたい。でも私はこうやって意欲を出して仕事場に行くんだって言うんで、伝授さんはこうやるんだそうですね。こう構えて。この桃のところをですね、ピシッと叩いて、よしやるぞって。今やらねばいつできる。わしがやらねゃ誰がやるだって。意欲を出して仕事場に行くって言われたというんですね。それを森子さんから聞いたので、私はもう何十年前ですかね、公演の時にはですね、会場一緒に構えて、よしやるぞですよ、いいですかって言ったら、北海道行った時ですね、皆さんちょっと待ってくださいって、ここ叩けと言われましたが、どれぐらい叩けばいいんですかって言われたんですね。私は、それは目から火が出るぐらい叩いてください、行くぞって、構えて、せーの、よしやるぞと、今やらなければいつできる、あんたがやらねゃ誰がやろうと言ったりして、会場でこう掛け合いして出したんですね。そのことを思い出しまして、実はこのスピーチで、上がり症の方はどうやったら克服できるかというのを、私のナンバー11、スピーチを楽しくする極意のナンバー11にそのことを書いてるんですが、上がり症をなくすためには2つあって、大きな道が2つあって、1つは、行動で変えていくと。人を飲んだりとか、音楽を聴いたりとか、自分で声を大きく出したりとか、いろんな自分の行動をすることで上がり症を抑えていく。もう1つは、心理的なことで抑えるんだという、その行動の一部にですね、実は今のを入れたんですね。自分に出る前に、上がる時には自分に対してね、心を膝を叩いて、よしやるぞって、今やらなければいつできる、わしがやらにゃ誰がやろうと言って、自分に応援するんですね。そのこう叩くというか、このいいですね、この刺激が何とも言えないですね。僕の友達は一緒に食べてたんですが、横で一緒に叩いてるんですね。今から行くところにこう力出していくんだと言って叩いておりましたが、いや、これは あちこちで実践して、結構効くもんですから、ぜひ、あなたがもしこう緊張しすぎたり、上がった時に何か元気を出したい時に、ぜひですね、ここを膝を叩いて、伝授さんの服を叩いて、よしやるぞと、今やらねばいつできる、わしがやらねや誰がやろうと言って、上がった時の克服に試してみてください。今日は夢でよくと言って目が覚めて、森岡さんの話を思い出して、白口伝授さん、この鏡獅子を彫られた方です。この方の話をしました。騙されたと思って、よしやるぞとやってみてください。ではまた明日、ごきげんよう。チャンネル登録よろしくお願いします。